7月22日に北千住の花火大会が荒川土手の河川敷であるんです。7時20分開幕、8時20分終了。ドカーン。今年は今年はちょっと短いみたいなんですよね。2、30分短いみたいなんで、もしかするとちょっと詳しくわかんないんだけど、発数がちょっと少ないかもしれない。いつも1万2000とかなんですけど、もしかすると1万ぐらいかもしれないかなって思ってるんですけどね。今日ちょっとヤギさんと見てきたんですよ。あの土手ちょっと現場見てきて、土手に、土手の階段に、あの数字が入ってるんですよ。堀切橋の方から1番、2番、3番、4番、5番ってなってて、打ち上げ会場がおそらく9番とかの前なんですよ。9番とかの前が打ち上げ会場なんです。10番、11番、12番とかその辺が、要は西新井橋の方に向かって、9番、10番、11番、12番とかその辺がね、全部有料席だったよね。ですね。だから、もし、北千住駅から来るんであれば、西新井橋の方に行かないで、北千住の、なんていうの、千住新橋寄り、要は北千住駅の方ね。北千住駅の方面で、千住新橋寄りだと、有料席じゃなくて無料席とかが結構あるんで、おすすめは西新井橋の方に行かないで、千住新橋より、要は北千住駅から降りて近い方が、無料席が結構あるんで、警備員の人といろいろ話、地図見て、ここ取っていいの、あそこ取っていいのって、ここは無料で取っていいんですかとか、なんとかつって、ちょっといろいろ話聞いてきたんで、今日この動画ちょっと作ろうかなと思ったんですけど、東口で出て、北千住駅を東口で出まして、土手の方に向かって土手に突き当たります。土手上がります。そしたら、千住新橋の方に歩いてもらって、その辺から無料席が結構あると思うんですよ。で、もうちょい近づいて、近づきすぎて、西新井橋の方に行っちゃうと有料席がいっぱいあるんで、そっちはちょっとお気をつけてくださいって、無料席ないんで、お気をつけようっていうことで。土手の階段の、数字で言うと、8番、9番、10番、11番ぐらいか。その辺ですね。8番、9番、10番、11番ぐらいが、土手下に、出店っていうんですか。結構いろいろ売ったりしてるお店が結構バーって並んでたりするんで、まあその辺もプチ情報かな。9番降りた、9番降りて土手にを背中にして、200メーターぐらい行ったところにローソンが一番、そこが一番近いコンビニかな。あと現場にヤジさんといますんで、7番ぐらいかね。そうですね。その辺取れれば OK です、ね。7番ぐらいを狙ってます。7番階段付近ぐらいを狙ってるんで、ヤジさんと。私仲間も来るんで、結構達人 T シャツ着てる人うろうろしてると思うんで、見かけたら声かけてください。お願いします。よろしくお願いします。4年ぶりの花火盛り上がろう。ドカーン。ドカーン。